コピーです。で、あとはですね、ハリネズミさんは、ハリネズミに予防注射はないんですけど、うん、あの予防としてね、ホシスト T3 のポイントらしくて、寄生虫を予防する薬、はい、抗寄生虫薬、はい、というのがあるんですよ。セラミックで、これをホテル前に付けさせてもらいます。1600円ぐらいかな。1600円ぐらいかな。それぐらいですね。で、1ヶ月効きますんで、月に1回ぐらい、まあ、ここにかかってるかはですけども、それぐらいかな。で、食事に関しては、うん、これだけはだからちょっと気をつけて、要は昆虫はカルシウムが少なくてリンがすごく多い。だからリンがすごく多いと美味しいんですよ。だからよく食べるんだと思うんですけど、ちょっと カルシウムをかけるか、もしくはまあ本当にやっても 1日1グラムぐらいまでにして、こういうのを振りかけながらやってみると、これにやってみると、で、カルシウムが少なくなっちゃう。そう、低カルシウムになっちゃうと骨が弱くなったりとかしますね。ひどい子だと、こういうの食べてなくて、こんなんが下で食べてると、足が曲がっちゃったりとかね。もう曲がっちゃうと治るんないです。それから、まあ、そこまでは、あの、服は多くないけど、冬になると服は多くないですから、そうじゃないですか。いや、ほとんど多くないですかね。今、ちょっと私がかけさせてもらったのは、T3 オイルって言って、皮膚病を予防するスプレーです、うん。あの、オーストラリア、人間の話ですけど、オーストラリアの原住民の人が、皮膚病だったりね、怪我したりした木の油抜きが起こったんですね。それをアメリカの先生が見て、作られたものと、それから、VS コンディショナーってのは保湿剤です。はい、保湿してあげると皮膚のバリア機能が上がるんで、吹けやすくなる。毎年吹きされる子多いんですよ、こうやって保湿するとね。だからそれちょっとつけさせてもらえな。それでホテルがいらんですね。ちょっと、ちょっと、もうすぐですね。はい、そうすると、ちょっと炎症出発しますね。だから、うん、あのここに震災時間が書いてあるんですけど、あの水曜日と祝日がお休みなんですけど、ね、はい、で、あとはこの時間帯でやはりしていただければこれをお伺いいたします。できる範囲でいいんですけど、膝までってもうあとちょっとしかないんだけど、グミちゃん、グミちゃんの健康チェックインとか一般状態、はい、まあ、お家で今日測ったら428だったんですよね、うん。で、病院で測ったら、まあ、3グラム違うって言ったけど、まあ、大体そのぐらいの体重ですから、425なんで、体重を1日1回か2回測ったってください。はい、それから、あとですね、食欲、だから、ペレットと、それから、乾燥ワード、乾燥のワームと、それから、あとなんだっけ、ささみと野菜ですね。やろうと思ってたら、何グラムぐらいずつ食べてるのか、現状。それをちょっと、1日2回ですかね、はい、いや、1回です。あ、1回ですか。あ、じゃあ1回で、ピコピコ記録してほしい。1回、現状の割合を。だから、まあ、ペレットと、加糖、砂糖、野糖。グラム数。そうです、そうです。で、それ見てね。で、それでまず現状何グラムだと食べれるか、測ってもらって、で、最終的にはこれが全体の 80%、 これだけでも悪くないぐらいなんですかね。 80% で、こちらを重さでね 20% 以下になるようにね、はい、した方がいいかな。その方がうんちの回数、うんちがね、多い子だったら3回から5回、もうちょっと出る子もいるんですよ。おしっこもそれぐらいの回数出るんですよね。だから、ただし1回、2回でもさ、長ければね、そんだけ出てくることにはなるんですけど、だから、これも観察できるんだったら、例えば、あの、うんちの硬さ、普通か、N が普通ね、S がちょっと柔らかい、硬からず柔らからずぐらいがいいです。さっきしたのはいいじゃん。だから D は、うんちはもう毎回、あいまいですね。
じゃあ普通で例えば 1×1×5cm とかね、大体でいいですけど、はい、もしそこまで見れる、おしっこが出たか出ないかでいいです、はい、あともう一個ね、環境、はい、温度、この子がいるところの温度湿度をですね、はい、かける範囲で、はい、こういうのちょっと置いといてさ、はい、で朝一番で何度、はい、電車の中にね入ってますよね、じゃあそれをちょっと読み取って、はい、ちょっと記録してもらっていいですか、はい、あの忙しい日を開けといていいですか、開ける範囲で、今度これ持ってきてください、はい、で、今度来た時にあのこう寄生虫薬を2日の日に行ってくる、そうそう、2日の日に、じゃあこちらね、渡してきます、じゃあこちらに移してください、あとはですね、じゃあちょっとこれも止めます。